癒しのオルゴールを聞きながら。癒しのオルゴールを聞きながら、アロマテラピー、アロマテラピー峯岸藤子。皆様もペットを飼われてる方は、下に引く私は当たりましたけれども、ひんやりシートで癒しオルゴールを聞きながら、ハンドパワーほら、そうやって目覚めんとあかんねんで、ショーの時。ショーの時、そうやって目覚めんとあかんねんで、先生に言われたら。ねえ、ジャッジさん言われたら、ちゃんと寝とったらあかんねん、次からは。母さん、でも眠たくなっちゃった。ジャッジさん言うとったで、こんなに寝る子初めてやって。Hehehehe